個人的には正直能見さんが出てきた時点でオリックスに気持ちは寄ってたんですけど、でも初めてあの客観的に試合を楽しめました。どっちが点入っても楽しめたというか、なんかうわやばいやみたいな、やばい点入った入りそうみたいな、そういう展開ごとに楽しめた。そうヤクルトにもミッサさん、ヤクルトファンにミッサさんがいて、オリックスファンにマナがいるんで、もうね、阪神ファンではなくて野球ファンでした。わかるわかるわかる。能見さんなんかダンディになってらっしゃいましたね。寒さが伝わる、寒さ伝わった、息が白すぎてびっくりした。はい、お風呂できたんですね。お風呂が沸きました。お風呂も沸きました。優勝したので。でもやっぱこの優勝決まる時ってやっぱりさ、結局どっちのチームがなってもドキドキするじゃないですか。どっちがなるんやろうっていうドキドキと、私が考えてたのはこれがもし阪神だったらとてつもない緊張感があの家の中に走ってるんだろうなと思って、すごい想像しちゃいました。妄想だから来シーズンは必ず見たいです。応援したい。そのために盛り上げれたらいいですよね、ファンが。いやもう阪神だったら泣いちゃうよ、泣く泣く。今日だってあの糸井さんの解説で耳が癒されてました。もう阪神ってだけで癒されてました心臓一つじゃ足らんかったですよね。そうですよね。すごい。でもあの5時間の試合を寒いスタジアムで見てたファンの方にも拍手です。本当に朝香ちゃんが野球終わったから楽しみなくなりましたって本当にそれですよ。私はまだファン感があるけどな。でも今日からもう YouTube ほとんど全部見たんですけど、阪神の YouTube 見たり、いろいろ YouTube とか SNS 更新されたのを見に行かないと、阪神不足に陥ります。無料すき焼き玉が復活してた。嬉しい。あ、すき焼きって書いとかないとね。そうですそうです、すき焼き。お仕事でキャンプとか取材に行けたらいい。確かにそうね。まあ、あさかちゃんに取材しに行きたいな保護しったなど、保護しっぽよ。甲子園の大掃除動画が配信されてたね。それまだ見てないんですよ。野球終わった後に見たいなと思って。でも今日マジでフライングして見ちゃいそう。ごめんなさい、弟がくしゃみしました
プロスピで藤川さん当たった。いや当たってないです。まだね、あのエナジー貯めきれてなくて、あの何引けてないんですよ。お父さんかと思った。まあね、もうでも大学生なんで大きいくしゃみですね。サンズさんは対談濃厚、対談確実みたいな書いてた気がするな。大学生やからっていうのが、あ、大学生でもう体も私より倍大きいし、そりゃ発する音声全部ド低いド低いです。もうなんか、お、なんか大人になったな、成長したなみたいなくしゃみの音出します。おお、焼肉やん。焼肉のタワー来たぞ。ありがとう。ありがとうよ、でも。あ、すき焼きのタワーも来たよ。ありがとう。きなこさん、ファデルさん、ありがとう。154×2 ということは308、違います、違います。倍も大きくなかった。175以上やと思う、多分。違います。へえ、ナンバの歩行者天国で NMB48 はゲリラライブやらないの？やってる人いるんですか？多分やらんけどな。まあでも面白そう、ニュースになりそう。生誕祭確実に行けるように忘年会の予定すべて保留にしてる。やばいやん、早く決まらないとね。それは多分まだ決まってないけど。わあ、卵ありがとうございます。フラッシュモブみたい。確かに、チヒの冠ライブはゲリラ。ゲリラでもあり、なんかねえ、まあ、言っちゃったら面白くないけど、はてなはてなはてなみたいな書いといて、タイトルに応募してみたら、ぜひかーいみたいなやつ、面白そうですね。ぜひさん、いつまでにあと何ポイントで黒毛和牛ですか？ね、29日まで、肉の日までに、昨日は3万何ポイントとかだったんですけど、今何やろう、
そう、黒毛和牛は30万いかないとなんで多分無理ですけど、黒毛和牛はあと11万2802ポイントらしい。でも普通のすき焼きのお肉、国産ちょっと分かんないんですけど、それは3万なんぼって言ってたよね昨日。通知音はお母さんの携帯です。叙々苑行こう。叙々苑ね、行ったことないの。ワンチャンある？ないでしょ。あるんか。このイベントってお肉もらえるの？そうなんです。ジョジョ園弁当食べてたよね。うん、美味しかった。すき焼き来たらすき焼き配信するかな。すると思いますよ。見せます、お肉。お肉でマウント取ります、みんなに。いいやろうって言って。前、そう、前は皆さんのおかげでフグを食べました。いや本当にここ毎日肉の話やからいつもお腹減る。そうよね、お腹減るよね。今シーズンも終わりました。確かに野球がかな。俺らがプレゼントしたお肉でマウント取るのは草。マウント取っていかないとね、本当に。オリックス散ったね。いやオリックス、オリックスな、あと1万2800ポイントって言ってます。皆さん、あ、焼肉のタレが来たな。あ、卵ありがとうございます。そう、もうちょっと7歩が最後ですよね。阪神が肩き取るで来年。うん、野球の次はフィギュアスケートでね、滑りに行きたいね。そろそろ今多分マナちゃん号泣してるから。マナマナ大丈夫かな。でも号泣しちゃうよね。だって全力で応援してるんやもん。そんなん号泣するに決まってるよ。人生はマウント。大丈夫に勝てる言葉を。必死のパッチでしょ。チヒも号泣した。私は今日のスポジカラっていう番組を見たときに、ファンのまたくしゃみしてる。ファンの関係性を見て号泣しそうになりました。半分泣きそうになってたけど、もう本当にやっぱ全力で応援してるからこそ、そのコロナ期間がめちゃめちゃ退屈やったり、知り合いのファンの人のことを心配してたりとか、会いたいなって思ったり、やっぱ阪神でその
阪神のことを会話するのが好きやからさ、めっちゃいい。なんかそのなんていうの、人の温かさに感動しました。前の友達ヤクルトファンなのでビールかけやってると思う。あ、そっか、ファンの人もビールかけできるもんね。なんか良かったよね。ちょっと今さ、コロナ収まってて、でも収まってるって言っても人多すぎるけど、街になんかビールかけとかねできますもんね。アルコール販売してますもんね。いいよね。千尋も関係性似てるかも。マジ嬉しいな、それやったら。じゃん、今日は買っちゃいました。なんかずっと欲しかったニットの色があったので、ニットとか言いながら靴下を紹介するやつ見て、ヒートテック靴下とかあった、白、長めです。冬はでもこれぐらい長くないと。自分で使います。で、めっちゃいい生地、めっちゃいい生地です。2個で2足で990円なんで、ちょっと高めなんですけど、でもいい感じです。そうで、私が今回買った商品はてん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 、ドゥドゥン、ピンみたいなやつありましたよね。100円ではございません。ジェネレーションギャップの人おるんちゃう、これ。羽飛び、そう、羽飛びでで、100円ではございませんとね。2990円ぐらいの、なんですけど、ダダン、可愛くない？ハーフジップの方、白いやつで、ちょっとね、わかるかな、ちょっとブルーもね、なんか入ってんのよ。ちょっとユニクロ行ってみてください。なんかブルーもちょっと入ってて、でチクチクしない素材なんですよ。私ちょっとチクチクするのが苦手で、首元とかあるのも苦手やねんけど、これならいけるのかなと思って、ハーフジップ M サイズ購入しました。かわいい。これをね、ずっと欲しかったの。このなんかブルーみたいな色かわいいなと思って、白にちょっとブルーみたいな。めっちゃあったかそう、めっちゃあったかそうで、ちょっと袖も長いです。レディースなんかな、これ。レディースなんかな。スフレヤーン、スフレヤーンハーフジップセーター、オフホワイトです。なんやろうな、別にレディースって書いてない気がする。男性のものかな。でも男性でも着れますよ。 XXL サイズとかあった、大きいから男性用かも。
久しぶりにユニクロで購入しました。なんか今日暇で寄ってみたら、うわわわ、寄ってみたら買いました。明日その商品千尋が買い占めてそう。買い占めて。うん、今日はお揃いしてください、ぜひ。これはね、あの心斎橋店で買いました。心斎橋かな、あれ。なんかユニクロと GU が2回ずつで分かれてるやつありますよね。そこで買いました。美容院行く前に行った。今日はだだん、これを見に行きました。関西演劇祭、10時半からの回を見に行ったんですよ。プロジェクト真夏の太陽ガールズさんと、あと創造ストリートさんのものを見に行きました。創造ストリートにね、友達が出てたんですよね。それで見に行きました。でも去年も見に行かせていただいて、なんかね、感動しましたね。うん、なんか感動したのとガチで感動しました。なんかいい意味でね。感動感動。どんなイベントなんですか？なんかこういろんな劇団さんが出るんですけど、1日に多くて6公演、45分6公演あって、45分ずつ。それでその演技の後ろ、後に、演技終わった直後にティーチインっていう、なんか観客らの質問とか、その評価を、審査員さんの評価を受けるっていう会が設けられてまして、でそこでなんかティーチインして、あのそう、なんて言ったらいいの、ティーチインされて評価を受けて、それを見たお客さんたちがどれが良かったかって言って投票して、賞とかをもらえるんですよね。脚本とか主演女優賞みたいなのもあったりして、結構すごいイベントです。まあ確かにナンバトルみたいな感じですね。勝たないといけない。投票はね、見に行ってこう丸つけたりとかできるんですよね。見に行ったらなんか紙が入ってて、で3個投票する枠があって、めちゃめちゃ熱い演劇祭です。
そう、あいにゃんさんが MC されてました。国産牛達成おめでとう。マジ？ありがとうみんなありがとうございます。マジかマジか、嬉しいです、嬉しいです。マウント取りますねみんなに。やった、みんなにマウント取るので楽しみにしててください。あと2日で黒毛和牛行きましょうあと2日で黒毛和牛めっちゃおもろい。僕らにも分けてくれますか、うん、気持ちは分けます。黒毛和牛まで9万ポイント9だって。9は縁起が良いからですね、良いからですね私にとって素晴らしい数字なので4と9は好きですね。4は4期生だとか、まあいろいろ縁があるなと思ってます。57分やって、あーそんなゆっくりしてたらあかんよ。13位けむりさん、12位リンゴリンガリンゲストさん、11位たっちゃんさん、10位エイインさん、9位ひんちゃんさん、8位セスラタンさん、7位しもりんさん、6位ソーサバナさん、5位かんつきさん、4位おでん屋さん、3位ヤマトシさん、2位ファディルさん、1位きなこさん、ありがとうございました。ありがとうチャブート。お、戻った。ありがとうございますふふ言えて偉い。甘々、みんな甘々で好き、好き好き。ヤクルトおめでとう。来シーズンは阪神がいただきます。いただきます。マジで藤川球児さんいい人でした、本当に本当に、なんかスター、大スター、大スターです。大スターの、大スターでした語彙力なさすぎる。まあおやすみ。慈悲のコメントも素敵だった。本当ですか？いっぱい感想ください。